もう全部カメラ最近は。そう。ほぼほぼ。iPhone で撮んない？まあ、たまに撮る。チーズ、チーズ。急に静か。あの、普通にクラスに少なくて。キャロットケーキにしようか。なんかその人と掃除場所が一緒だった。クランベリーってなんだっけ？なんかそいつが。細っ。え？細っ。何が？下に置こうかな。美味しい。うまいよね。本当だ。すごいね。かわいい。ベスト、ベスト今。いいと思う。うん。うまい。うまい。映ってるこれ。映ってる。映るんですよ。あね。あまあ、でもさ、そうそうそう。自然泥？うんうん。持ってない。これ違うか。はい。これか。すごい。ちょっと取っとこう。はい。天気か。ありがとうございます。ごちそうさまです。まあ、とりあえずまっすぐ行って。はい。めっちゃ嘘言うやん。全然違うやないか。全然違う。バンケットこれ絶対。それ？全然違う。違う。違うやん。でもかっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいいね。おもろ。全部違うやないか。めっちゃ綺麗やばい。
いね。綺麗綺麗。ありがとうございます。いってらっしゃい。買ったものをちょっとパパパッとご紹介しようかなと思います。まずはじめに友達が働いてるファンケルで買ってきました。まず一つ目、これネットで見てめっちゃ気になってたんですけど、ファンケルのホワイトニングエッセンス美白美容液を買いました。美容液をもうずっと使ってなくて、いい加減使おうかなと思って、じゃあなんか2プッシュみたいです。これを使ってお肌をきれいにしていこうかなと思います。はい、であともう一つが、じゃん、これはファンケルいろんな薬とか、まあ、食品とかもいろいろ扱ってて、これがホワイトホースドリンクですね、これはを購入しました。これ10本入りで、ブラッドオレンジ風味らしい。友達もこれすごい、なんかこれを毎回ストックで買いに来るお客さんとかいるらしくて、顧客の方だと思うんですけど、もう買いに来る人みんな白いらしくて、本当になんか病気っていうぐらい本当真っ白なお客さんばっかりらしくて、本当効果があるみたいなので私も買ってみました。まあ飲み続けないと意味がないと思うんですけど、まあちょっと10本飲んでみようかなと思います。はい、でなんかこれ買ったらなんかいろいろこれついてきます。これがまた、これもドリンクで、これをうちはコラーゲンです。はい、で友達がサンプルをいっぱい入れてくれました。ありがとう。また買いに行きます。で次がディーンデルーカ。ディーンデルーカでちょっとお昼ご飯みたいなの食べたんですけど、あのお店結構食器とかがあって、
買ったんです。じゃーん、めちゃめちゃでかい、このガラスもクリアのシンプルなお皿を購入、多分大皿なのかな。で、私はこれにもパスタ入れたりサラダ入れたりしようかなと思って、こういうシンプルのガラスの欲しかったので購入しました。こんな感じです。